せーの。よっしゃ、お久しぶりです。週末、西武選手権1500、諦んなーとして一人で先週、あんましてない、してなかった地元の高校生が殴り込みにボコボコに一応専門800で、はい、ベストが2分ちょうど、高校1年生で、今日は戦後の練習なの、まあ、動き、まあ、全然それでした。びっくりするかもしれんけど、じゃあ線3本で2分55、はい、で間はジョグで、ウォークでじゃあなんか違う感じの練習やな、もう本当に動き、ね、じゃあ俺はタイムを読みます。ありがとうございます。じゃあ 200m だけついていこうかな。いやー、2分、いや練習してないのに走れるのすごいな。まあそれもありだもんね、調子見てやらんと。はい、いきます。よーい、はい、65、66、67、68、69、70、71、はい、ラスト1周。65、66、67、68、69、2分50秒ぴったり。ぴったりでした。あんま息上がってないね、皆さん。めっちゃ余裕そう。めっちゃ余裕そう。じゃあ先頭頑張って、はい、70キロぐらい、ね、ああ、はい、2本目。
64 65 66 67 68 69 70。はい、71ラスト1周。66 67 68 69 70 71。はい、疲れ。ちょっときつかったな、動きが。2周目ぐらいからちょっときつかったな。はい、次ラスト。はい、ラスト3本目。おい、66 67 68 69。ラスト1周。ラストは1周目からいいペースだった。疲れ。
400が精一杯え、終わったよもう早っ、はい、いつもこういう練習はしない。そうですね、あんましない。800だもんね。気をつかれ。この二人が週末西部のてっぺんを争って戦う。あ、一般高校だよね、確か。はい、2組あったね、確かね。うん、2組目、2組目タイムレース。溜めた。まあ、ちょっと辛そうな感じはあったな。ラスト一瞬のところで、うん、動きが上がってないんで、スイムがなんか前へ行きたそうな感じがちらほら見えたけどね。よっしゃ、じゃあお疲れした。お疲れした。さあこれから頑張ろうかな。お疲れ。明日から本気です。